ロジカルアゲイン。本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて今回はアナログ企画でございます。ザ・お父さんの秘密基地では9月から12月の中頃まで皆様の来年の手帳選びをサポートする企画を実施中です。というわけで今回は3つ前4つ前の動画で登場したこちらのノートを覚えていますか？はい、こちらロジカルのノートでございます。こちらのね使い方というのを紹介したんですけれども、このノートをですね紹介するときに実はこんな始まり方してました。2冊購入していますと。そうなんです、私ロジカルノート今回チャンネルで紹介しようと思って、文房具屋さんでこう見てたんですが、この2冊、前回紹介したのがこちらのウィークリータイプの特化型ノートだったんですね。そしてもう一個この白色の表紙のこの2ウィークスというバージョンがあるんです。実はともに非常に癖があるノートで、初心者の方とかいっぱいタスクがあるよという方にはお勧めできないんですけれども、非常にこう2にはたまらないような欲しい機能があったりします。ロジカルシリーズってサイズ感デザイン結構いろんなバリエーションがあるんですけれども、その中でも特にこの2冊が私の中では気に入っていたので、今回は前回でもお話ししたみたいにロジカルのこの2ウィークスの使い方と書き方をですね解説していこうかなと思っています。というわけで重複するけれども企画発表、本日の企画はこちら。あなたの仕事の生産性と効率をアップさせるロジカルの2ウィークスの使い方。非常に癖があるノートですが、コンパクトで使い勝手のいいノートかなと思います。それでは中身の解説、使い方いってみましょう。それではまずは中身をさらっと紹介していきます。まず表紙は前回紹介したロジカルノートと同様です。コクヨさんのキャンパスノートとも見た目かなり近いですよね。一般的な、ノートと言われているものです。サイズ感厚みともに非常に持ち運びも使い勝手もいいですよね。では表紙、こちら開いていただくと、まずはイヤリープランです。年間のスケジュール俯瞰でチェックできるものです。2024年2025年2年間並んでおります。これはロジカルの前回紹介したウィークリーと全く同じものですね。そして次のページ開くとイヤープランということで、これは2024年、なので来年の1月から12月までをこれ俯瞰で、かつ一個一個にボックスが配置されています。1ボックスずつになりますが書き込むことができるページになっています。そしてこのページをめくるとマンスリーイベントのこちら情報ページになっています。こちらもロジカルのウィークリーで使ったページと全く同じですね。1年間を1ページに半年ずつ、2ページで1年間のボックスが並んでいます。これよく見るとですね、ファーストクォーター、セカンドクォーターになっているので、四半期ごとの目標設定ができる非常に珍しいタイプのデザインです。そしてその後からこちら2ウィークスですね。1ページ1週間、見開きで2週間を管理できますよというようなデザインになっています。デザインが少し個性的になっています。左側は無地のボックス、そして右側は横線が引いてある、よく見るとこれね方眼にもなってるかな、デザインのもの、この2種類で構成されています。あとはパラパラとめくっていくと、ラストにフリープランですね、無地のページというかフリープランでチェックボックスがずらずらずらと並んでいるようなデザインになっております。はい、こんな感じですね。前回紹介したウィークリーと結構似てるようなデザインがありますが、後半に登場してくるような2ウィークスの使い方の部分が前回とは大きく異なってくるものです。面積的なところはもちろんシステム手帳とかほぼ日に比べると狭くはなってきますが、こちらもアイデア次第では仕事の生産性上げていくことができます。ではどのような活用方法、書き方がいいのか詳しく解説していきましょう。
それではまずは1ページ目ですね。イヤープラン見開きのこちら1年間の行動計画ページなんですが、皆様こういったページって活用されていますか？ザ・お父さんの秘密基地のやり方というか、僕が進めているやり方は、ここには仕事の情報は書かずに、自分のプライベートでかつ楽しみにしているようなイベントだけを書くというやり方をしています。もちろんそれが全てではないんですが、仕事用の手帳にプライベートの情報を書いてしまうと、情報がわけわからんようになってしまうんですよね。だから私は普段こういった見開きのページに、ゴールデンウィークの旅行どこに行く、キャンプはいつ行こう、ユニバーサルスタジオはいつ行く、実家にいつ帰省するとか、息子の運動会、娘の運動会はいつあって、誕生日に何を買わないといけないみたいに、まあ家族としてのトゥードゥとか、家族で必要なもの、まあウィッシュリストまではいきませんが、そういったものをこのページに書くようにしています。仕事って毎日非常に大変で、やはりこうね、連休明けとかも仕事行くのめんどいなーっていうことってありますよね。こんだけ面白かった連休もやってこないんじゃないかなと思うかもしれませんが、こういった見開きページに楽しい思い出とか楽しい予定をしっかり書いておくことで、よし、2週間あと1ヶ月頑張ればまた面白いイベントがあるな、今週頑張ればこういったイベントがあるな、みたいに日々のモチベーションをアップさせる、維持する、コントロールしていくには、こうプライベートの予定を充実させていくというのが非常にポイントなんですよね。では続いてマンスリーイベントページです。ここに関してはね、ロジカのウィークリーと全く同じなので、ちょっとまあ同じものを使いますね。前回の動画をチェックしていただいた方は、あ、2回目と思うかもしれませんが、初めてこの動画からこのノートのことを知る方もいるかもしれませんので解説しておきます。ロジカルのこのノートというのは他の手帳と大きく違う、ある種個性的なのが、四半期ごとにこれ予定を組むことができるからなんですね。第一四半期、第二四半期、第三、第四と3ヶ月単位で情報とかタスクをまとめることができます。店長クラスとかマネージャークラスの方というのは最低でも3ヶ月、できれば半年から1年ぐらいの中長期のスパンで予定をコントロールしていかなければいけません。来月のことを追いかけてるだけではなかなか行動計画って上手に組むことができないんですよね。だからこそこういった四半期ごとで区切られているノートがあれば、1年間の行動計画を確定させていくときに、頭の中の見え方とか考え方が中長期に切り替えることができます。個人的なおすすめは、だいたい年始とか期首にですね、会社からの年間行動計画って決まりますよね。1年間あなたの店舗はこれぐらい売ってくださいとか、そういった数値的なミッション与えられると思います。それを当然まあ下方修正、情報修正することあると思いますが、1年の最初にまずは四半期ごとで自分で目標を立てて書いてしまう、そうしておくだけでも全然普段の行動って変わってきます。中長期でマネジメントできない方の特徴というのは、常に一歩先しか見ていないサイクルからこれ抜け出せないんですね。どっかのタイミングで自分の視点を切り替えないといけません。1年の初めというのはちょうど切り替えていくにはすごくいいタイミングなんです。ぜひ中長期のスケジュール管理意識されたいな、訓練したいなという方は、このロジカルのノートのこのマンスリーイベントのページ活用してみてください。今ちょっとさらっと紹介していますが、前回のウィークリーノートの使い方でももう少し深くお話ししていますので、そこをチェックしてみてください。それでは今回のメインといいますか、ウィークリーとは大きく異なってくる2ウィークプランの使い方を解説していきます。まず改めて1ページの構成はこんな感じでございます。上に月、そしてその下にカレンダー、大きく左右でデザインが異なってきます。左側には1週間の月火水木金土日の白紙のブロック、そして中央に線が1本入っていて、右側には横線、よく見ると方眼のデザインがされた、まあ、ノートといいますか、半分のデザインがされています。左右で大きくデザインが異なってくるものになっています。こういったデザインのノート手帳ってたまにあるんですが、そこまでポピュラーではありません。なのでこれを見た瞬間に皆さんどうやって使ったらいいのかなと迷う方も多いかもしれません。ただこれアイデア次第でめちゃめちゃ便利なんですよね。
今日はいくつかパターン紹介していきます。それではまずは一つ目のパターン。一つ目のパターンはまずこれ上段のカレンダーの横に線一本入れまして、ウィークリータスク書くようにしています。デザインが左右で異なってきますが、そのあたりはぶっちゃけどうでもいいです。私あんまり細かいこと気にしなくて、目的達成すれば良いって感じの人なので、いいじゃん別にと。左右デザイン異なってくるけど面積いっぱい取れるから、月間のウィークリータスク、週間のウィークリータスクまとめておこうというようなスペースで活用することができます。そして月曜日のところ、月曜日はここ白紙の方にデイリータスク書いています。書ける量でいうと多分8つ6つぐらいになってしまいますが、まあ、ある程度自分の中で書くルール、書き方、ショートワードを使えば何をしないといけないのか箇条書きすることができるかと思います。左側をデイリータスクに使用した場合、逆に右側どのように使っていくのか、非常に狭い面積にはなりますが、2本線を追加することによって3つのブロックに分けます。3つのブロックに分けることによって、これ12時間の時間コントロールすることができます。例では10時スタートで夜の21時まで時間を振っています。コンパクトにはなりますが、縦のバーチカルで予定を管理することができます。がっつり予定のスケジュールを管理したいよという方にはこのノートは不向きですが、朝礼、ミーティング、会議、打ち合わせみたいに何時に何があるのかさえ大体分かれば OK なんだよという方は、これぐらい小さい面積でもある程度タイムスケジュールコントロールできるかと思います。一つ目の方法は左側にタスク、右側にタイムスケジュールを書くというやり方になっています。もちろん他にもやり方があります。火曜日の欄は逆に左側の白紙の部分にタイムスケジュールを書いています。ただバーチカルではなくて箇条書きスタイルですね。10時にアポ、12時にアポみたいに箇条書きでその日のイベントを書いてしまうというやり方、多分こういったノートはこの書き方されている方が多いかなと思っています。フィクションを使っていただければ、新しい仕事が追加された場合も時系列で変換かけることができますので、箇条書きのスタイルもいいかなと思います。箇条書きにした場合はやっぱり右側にはデイリータスクつけたくなりますよね。さらに中央に線を1本入れておけば、自分が最初決めていた予定のタスクは左、そしてアスクという欄には頼まれた仕事を書くみたいに、1日のやらないといけない仕事の中でも2つ仕分けしていくことができます。もちろんこれタスク、アスクだけではなくて、その下にあるように今日やらんといけないこと、明日でもいいことみたいに、基準をどっち今日か明日かによって仕分けするというのも、スケジュール管理を今勉強されている方にはおすすめのやり方です。デイリーのスケジュールとタスクを書きたいよという方はこのような書き方がいいかなと思います。そして以下はメモとして使う場合ですね。白紙の部分、左側に気づいたことを書く、そして右側に1回ブレストというか1段階落とし込みます。今日気づいたことを自分のテンポで活かしていくにはどういった内容に切り替えたらいいのか、1段階で構いません。考えたことを深掘りすることによって、これアイデアとか企画出しの訓練になっていきます。いいアイデア企画というのは、考えたこと、情報を発散と収束というのをどん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 繰り返して一本の幹を太くしていくんですが、気づいたことを発散させる、ちょうどね練習するには非常にいいサイズ感になっていますので、もし1日気づいたことがあれば、どのように明日から活かせるのか、自分の担当に活かせるのか、1段階深掘りしてみてください。日記として使いたい場合も同じです。朝起きて自分が今日どんな風にしたいのかを左側に書く、そして右側にはルックバック、1日の終わりにどんなことがあったのか振り返りをしておく、この書き方もおすすめです。またちょっとごめんなさい、日記内容と言ったり来たりしちゃってましたが、書いててね思いついたので書きました。左側にはタイムスケジュール書きます、予定書きます。そして右側には行動履歴を書く、実際1日終わった時にその予定通りに行かないことって多いから、履歴を残すことによって左右チェックすると自分がどのようなズレがあったのかの振り返りすることができます。もうお父さんの秘密基地しょっちゅう見ている方って、大体このフォーマットよく登場するのでお気づきかと思いますが、自分の成長していくために大事なことの要素の一つって振り返りによる自分自身の中にある課題の抽出なんですよね。
今回のような書き方使っていくことによって自分の行動をチェックすることができますので、よければこういった書き方してみてください。ではもう一つやり方がありますので、それも紹介していきます。それではもう一つのやり方というのがこちらです。ちょっと細長くなっちゃいましたね。もう一つのやり方というのがこちらです。はい、ちょっと左側の白紙のところは開けております。大きく変えているのが右側のノートといいますか、こちら右側のデザインですね。先ほどは左側にタスクを書いて、右側にはバーチカルのスケジュール、その反転とか日記の振り返りというような1日単位での行動計画、1日単位でのメモというような運用の仕方しましたが、次のやり方はこれ使って1週間の行動計画を管理してやろうという考え方。上段にウィークリータスクと書いて、その下にお好みで1週間やらないといけないようなタスク、トゥドゥリストを箇条書きにしていきます。箇条書きにしたら右側に1週間のどの日にやるのか期日を書く。そしてその右側には誰がそれをやっていくのか、自分なのか担当がいるのかを書いておく。チェックボックスの横には1からナンバリングしていきます。まずこれを書くことによって1週間自分がどの行動をいつやらないといけないのかを俯瞰でチェックすることができますね。そして中央には十字線、結構久しぶりかな、登場させています。めちゃめちゃ便利。仕事の4領域、時間管理のマトリックスから SWOT 分析まで派生させることができる十字線を入れておきます。上にナンバリングしたのは、ナンバリングしたそれぞれのタスクの重要度と緊急度によって4領域の仕分けをするためですね。ウィークリータスクすべて箇条書きにした後、自分の中で緊急度と重要度が高いもの順に振り分けていきます。ノルティさんの PDCA 手帳の時にもこれお話ししていきますが、ナンバリングしていくことによって限られた面積でも仕事の4領域仕分けすることができます。上のタスクをチェックしながら緊急度、重要度によって振り分けてください。そうすることによって仕事の優先順位も簡単に決めていくことができるはずです。そしてその下にはメモですね。1週間の中で何か気づいたこと書くページ、そしてその下にはもうメモですね。メモの活用方法いろいろあります。何か気づいたこと、取引先さんの担当者の名前書いたり、電話番号であったり、購入しないといけないような資材かもしれません。やっぱり少しでも構いませんので、メモというページがあると便利かなと思います。それぞれブロックで管理していますので、順番はお好みでどうぞ。一番上に例えば目標持ってきてもいいし、十字線持ってきてもいいかもしれません。先ほど紹介したのとは全然違った書き方ですが、1週間の行動をじっくりと戦略立てたいよという方は、こういった組み合わせでもいいかなと思います。そしてラストのフリープラン、よく考えられていました。1ページに3つ縦並びで、これ計4ページ、つまり12個縦のボックス並んでいるので、1月、2月、3月みたいに毎月割り当てていくことができます。もうシンプルに、もうここを自分のウィッシュリスト、今月こんなことやりたいな、こんなもん欲しいなとか、こんなことやりたいなみたいなことを書いてもいいかなと思います。先ほどのウィークスのページにですね、しっかりと予定を組み込むのであれば、フリープランに関しては自分の欲しいものとか書いておくと、なんだろう、毎日頑張って、来月この例えば半年後にこういった PC 買い替えたいからお金貯めておこうみたいな発想になるかなと思います。個人的には手帳ってメリハリが大事で、全部がっつり書いてしまうとバテるんですよね。なのでプライベートの情報のページ、仕事のページ、なんかワクワクするようなページみたいに、自分自身の中で手帳の中でも濃淡をつけてみてください。というわけで本日は再びロジカルのシリーズから2 weeks のノートの使い方解説しました。いかがでしたでしょうか？ロジカルのノートというのはですね、非常に薄いので、がっつりスケジュール管理、タスク管理されたい方にはぶっちゃけあんまり向いてはいません。ただ何かライトにいろんなこと管理したいな、今からスケジュール管理したいなという方には非常に使い勝手のいいノートかなと思っています。書店に行くとですね、私が紹介したノート、ロジカルシリーズ以外にもたくさん他にも種類ございますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。